どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。なんかその平原を渡ってたら、どうもなんかさっきから同じあのところを歩いてるような気がするそうです。確かに、そろそろ前方にミナールが見えてきてもおかしくないはずだが、道を間違えたか。ああ、雨で見えないだけでしょ。なんだか寒くなってきたし、スピードアップしていこうよ。はあ、あ、雪降り始めた。あれ、行ってるそばから雪が降ってきたよ。嫌な予感がする。もう、友人、変なこと言わないでよ。いや、割と当たってるかも。ミナールへ急ごう。ああ、あ、どうした。どうした。ああ、一瞬、殺気を感じた。はあ、やめてよベイグまで、気のせいじゃないの。あながち当たってるのかよ。とにかく行こう。とりあえず行ってみましょう。はい。あ？うん。おかしいな。特にミナールについてもいい頃なんだけど。どんどん天気悪くなってるけど。僕疲れちゃったよ。うん。もしかして休むことできるんだ。まあ休むのも手だし。こんなことになっちゃしょうがねえやな。はい、新しくね、技を覚えたんだよね。まあやっていくうちに、どうだっけ、春蓮人とこれ烈破傷、そう、烈破傷っていう隣の列までダメージがね、いくっていう、こう結構強力な技なんで、まあ使いやすいっちゃ使いやすいのかなと思います。うん、っていうのを覚えたという話かな。よし、次だ。はい、うん、とりあえず休んで休憩しますか。はい、やっぱり疲れはね、取った方がいいでしょう。で、雪はどうなの。それで、あー、あ、やっぱそうだよ、これさっき俺がやった。うん、ほら、これは、うん、見てくれ、これってベイグの。ああ、明らかにだからぐるっと一周してんねん、なぜか。フォルスだな。うん。どうしてここに。俺たちは同じ場所を歩いていたということだ。偶然だけどよく分かった。それがこの天気のせいなら回復を待つしかない。だが。ああ。ああ。この状況はあまりに不自然だ。ここは本来あんま雪とか降らないんだってね。誰かのフォルス。天気を操るフォルス。どんなフォルスなのかは分からないが。ああ、この状況が人為的に生み出されたのは間違いない。うん、そいつを探し出して何とかしない限り、この迷路を抜けることはできないだろう。何か方法はないものか。はあ、もしかして。雪で先がよく見えない。どっちへ進めばいいんだ。ミナールは東のはずなんだけどね。嘘のようだ。どうしたというんだ、この冷え込みよは。さっきまでの暖かさが嘘のようだ。いきなり雪だもんね。なんだろう、異常気象かな。いや、どうもそれだけではなさそうだ。ああ、みんなやっぱ不安に、なんかな、ああ、気を引き締めていくぞ。めんどくせえ、敵が出てくんのは。この後に及んで、もうほっとけよ。俺で烈破傷、これあれ周りになんか敵が固まってくれたら最高なんだよな。うるえ、この野郎、くれ、あとちょっと、せい、痛い、この野郎、意外にちょっと挟まれた、痛いよ。なんか毒かなんか持ってないんだけど、まだマシか。やったぜ。何か炎、妙だ。いくらなんでも雪が降ってくるとは妙だ。ああ、王の盾の仕業か。まさか雪を降らしてどうするっていうの。迷子のメイクです。ミナールは今歩いている方向で本当にいいのか。そのはずだが、こう視界が悪くては確かめようもないな。もしかして僕たち迷子になっちゃったってこと。最悪だよね。晴れるまで待つべきかそれとも。待っている余裕はない。早くミナールへ。うん、もうしばらく歩いてみよう。ミナールは東。そろそろミナールが見えてくるはずだが。ああ、また同じだ。はい。この雪では難しいな。うん。東に進めばミナールなんだな。ああ。
はあ、もう一回ぐるっと回ってみて何か変わったところがあるかどうかって話よ。休んでもしょうがないしな。うわあ、めんどくせえ。ここの突破方法をなんだかちょっと見つけねえとな。家庭しかもこいつ。うれ、今のうちに、烈破傷をぶち、もうひたすらぶち込んで。そうやるしかない。うれ、あと一体。違う、まだいた、生きてたよ。あんなガードしたら痛いもんな、うっしゃ。はい。ユージーンが新しい技を覚えた。炎は関係ない。溶かしてみる？これ試しに。当たるわけないか。あ！ん？どうした？ダメだ。この雪や雨が止まない限り、敵はどこにだって隠れられる。ああ。なんか思いついた？そっか、わかったよ。ん？何何？雨や雪が邪魔なら、そいつをなくせばいいんだ。はあ。うわ、すげえすげえすげえ。そんなでっかい炎、うわー。え、なになに？フリーズした。けど、おお、戻った。そこだ。え？ベグ、友人！いるの？そろそろ出てきたらどうなの？もう君のフォルスは逃さないよ。隠れても無駄みたいね。ああ。誰だ？え？何者？へえ、ちょっと。誰？あなた。さすがね。でももう十分。雨に打たれながら歩き続けて、心も体も疲れ切ってるでしょ。今私が楽にしてあげるわ。確かに雨の中歩くとほんと疲れんだよね。気持ちわかるわ。うん。邪魔をしないで。何？え？私の狙いはその汚らわしきガジマの罪人ただ一人。え？友人。おお。友人。え、刺さってるじゃん。やはりガジマ、その程度の傷では痛みすら感じないのね。ああ、でもヒューマの父は違った。苦しみと絶望の中、自分を刺した親友の名前を呼び続けた。え、友人ガラルド、あなたの名前を。え、お前は何者だ。私はアニーバース。はあ、そう、ガジマに命を奪われたドクターバースの娘。マジか。アニー、気安く名前を呼ばないで。うわ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 。私はあなたを絶対に許さない。命をもってその罪を償いなさい。待て、アニー。一体何があったの。うおう。ああ、なんか人も来た。ヒューマに用はない。下がってな。ガジュマさんよ、あんたに恨みはないが、俺たちも仕事なんでな。覚悟しな。どうする友人、あの子も戦う気みたいだけど。ああ、戦いたくはないが。くそ、しょうがないのか。アニーと傭兵、アニー傭兵を引き連れてきてってわけ。つまりは、まずはこの傭兵たちやっつけない限り。うわっ、だからこれ後ろのこのなんかあの子、アニーがちょっとなんか変な支援魔法かなんかしてくるのって厄介だから、倒してやる。お前なんかあとちょっと、くたばれや、しゃー。そう、意外と体力残りやがって。うるえ、パワークラフト、よし、やっつけた。オッケー、今だ。攻撃、そして防御力が高くないのだろう。あとちょっとだ。テーリー、あ、ガードしてくる。やるね。おう、あ、友人がとどめさせた。一体何があったの、ちょっと過去に。それを聞かせてよ。まだできる。あ、よせ、勝負はついた。ああ私はお父さん
あ、おう。マオ。うん。フォルス反応は消えたよ。え、ってことは死んじゃったの？あ、あ、お。この程度の痛みなのか。あ？バースが味わった痛みを俺に思い知らせたかったんじゃないのか。ああ、私はあなたを許さない。父の命を奪ったのはあなただから。ああそうだ、俺がバースの命を奪った、その事実に変わりはない。ああ俺は逃げない。この痛みから、俺の犯した罪から、そしてお前からも。ああそれが俺にできるたった一つの償いだ。はあ、お前の気が済むまで、バースの痛みが分かるまで、俺は何度でもお前に刺されてやる。だから二度とこんな無茶はするな。命を粗末にするようなことはするな。バースのためにも。一体何があったんだよ。これからどうしたらいいの。お父さん、たった一人の家族だったのに。ああ、俺を憎め。俺を殺すために生きろ。それでいいの？俺にはやらなくてはならないことがある。今はまだ死ぬわけにはいかない。ああ、だがその目的を達したならば、この命をお前に捧げると約束する。だから生きろ。友人、あなたにそんなこと言う。でも、おい、しっかりしろ、兄。許さない。あなたを絶対に。ああ、ダメだ。いかん。今の戦いで相当体力を消耗しているようだ。ああ。かなりフォルスを使ってたし、精神的にも厳しいはず。ミナールにも医者はいるだろう。急ごう。早くちょっと。助けるつもりなのか。ああ、親友の娘なんだ。でもその子は友人の命を狙ってるんだよ。ああ彼女が回復すれば、俺は再び命を狙われるかもしれない。だがそれが彼女の生きる力になるのなら、それでいい。友人、マジか。それが俺の償いだ。だったら約束して、彼女が生きるためにユージーの命を大事にするって。ああ、ユージー先に行くぞ。ベイグってなんだかんだ言いながらもやっぱり優しいよね。そこをついてやんな。まあまあいいじゃないか、根は優しい子なんだよ。クールだけどね。さあ行きましょう。ミナールへ急げ。ミナールは、あ、見えた。ミナールの町、あれか。あー待てー、くそー、今こっちになんか女の子抱えててめんどくせえことになってんだからよ。とりあえずもうちょっともうとっととやっつけちゃいましょうや。虫、これ、あ、虫はそんな強くないね、言うて。うん、よかったよかった、それ。おい、あー、アーチシェイト。まあいいや、それは後でちょっと装填、あの、つけるとして。これか、ミナール到着。ようやくたどり着いたよ。はーい、港町、潮騒の町、ミナール。潮騒でいいんだよね、確か俺読み方。うん、お待たせしました。新しい町だね、これで。王の盾の連中が首都に行くならここから船に乗るんだな。うん、ああそうだ。早くこの子を医者に預けて、俺たちも船に乗ろう。ああうん、まずはお医者さんを探さなくっちゃね。お、何かお困りですか。ああ具合の悪い連れがいるんだ、どこかに医者はいないか。ああそれは大変、すぐにキュリア先生に見てもらった方がいいですね。キュリア先生。キュリア先生、誰？この町一番のお医者様です。僕は先生の助手でミーシャって言います。ナイスタイミング。すぐに先生のところへ案内してくれ。
先生は今町を改心中です。僕が呼びに行ってきますから、皆さんはそこの宿屋で待っててください。助かる。あドジっ子か。さては大丈夫かな。とにかく俺たちは宿屋で待とう。しょうがないよ。はい、おしまい。大丈夫？お疲れ様です、キュリア先生。よかった。何があったかは知らないけど、ずいぶん衰弱してるわね。体も冷たいし、唇の色も悪い。でも命に別状はないわ。しばらく暖かくして横になっていればすぐに回復するわよ。よかった。そうですか。よかったね。では行こうか。しかし、俺たちはここで時間を取られるわけにはいかない。そうだが。レインド、行こう。あなたたちどこに行くの？先を急ぐのでこれで失礼します。はい。ちょっとこの子は？そうなんだよね。元気になったら好きなようにさせてやってください。あなたたちの連れじゃないの？いや、連れって言ったけど実は違うんだ。雪の中に倒れていた娘を助けた、それだけの関係です。友人。申し訳ありませんが、あとはあなたにお任せします。ちょっとあなたたち。先生、兄をよろしくね。名前を言うなって。まあいいか。兄ですって？キュリア先生なんか知ってる？まあとりあえず頼んだ。じゃあ行こう。バルカ行きの船。王の盾はおそらく港から首都バルカ行きの船に乗ったはずだ。港へ行ってみよう。港はどっちだろう。これミナーロ出ちゃうからこっちだな。港は雑貨屋に入っちゃった。間違えた。エンハンスで育成しても、なるほどね。武器防具、まあちょっと考えておこうか。まあ、とりあえずそれは今はいいとして、まずはこっちだと外れだから、どの方角だろう。これミナールを出るのは間違いで、読む、ちょっと読んでみよう。はい、どいてどいて。はい、ユーナギテ、違うな。そんなこと俺は言ってんじゃないよと。ここだ、あった、この道だ、ね、これで港は多分こっちだと思う。やっぱそうだね。ちょっと失礼。港への道。人がいる。ちょっとお話を聞かせてください。おい、ここから先は侵入禁止だ。現在軍関係の船舶以外はバルカとの往来を停止している。残念だがお前たちの乗る船はない。そんな僕たちバルカ行きの定期船に乗るためにはるばるスールズから来たんだよ。なぜ船が止まっているんだ。お上の考えることは俺たちには分からんよ。命令されただけなんだからな。いつになれば船は動く。さあな、今日かもしれんし明日かもしれん、来年ってことだってある。うそん。猿の命令か。いや、彼ら正規軍は王の盾とは別だ。猿に王国の正規軍を動かす権限はないはずだが。でも変じゃない？正規軍がこんな大々的に動くなんて普通じゃないよ。まあ確かに確かに。軍が港を封鎖して首都との船の往来を禁じるとは、バルカで何かあったか、いやこれから何かあるのか。確かに軍に往来をなんか封鎖されるって相当だよね。クレアのこともそのことと関係があるのか。さあ分からん。ともかく今は海を渡ってバルカに入らないことには。でも海を渡っても。ねえおじさん、カレリア軍の船に乗せてよ。ダメに決まってるだろ。ほら帰った帰った。まあそりゃそうだわ。一つだけ聞かせてくれ、最後に船が出たのはいつだ。確か1週間ぐらい前だったかな。それはカレギア軍の船か。その船にヒューマの娘たちが乗ってなかったか。どう、さあどうだったかな。うわ、カレギアの軍人がそんないい加減でどうする。さすが威厳があるね。失礼しました。なんだよお前、上官みたいな口を聞きやがって。
思わず謝っちまったじゃないか。まあ元上官でもあるんだろうな、おそらく立場的には。すまない。よく見ると怪しい奴らだな。お前らバルカに何しに行くんだ。あ、やばい、説明できるかな。怪しくなんかないよ。僕とお兄さんは行き別れになったママを探しに行くところなんだ。魔王、そっちのガジュマの男は。ああ、僕の召使いだよ。子供だけの旅は危険だし、用心棒代わりなんだね。はあ、ん、ああ、いや、はい。まあいい、とりあえずお前たちよくもまあ、お前元上官とはええど、そんな、うん、召使い扱い。いや、やむを得ませんね。坊ちゃん、行きましょう。そっか、残念だけど、おじさん、無理言ってごめんなさい。お兄ちゃんも行こう。うまいな、やることが。こっちを見ていい？定期便以外にバルカへ渡る方法はないのか。うん、マオ、さっきの兵士がこっちを見ている。変に勘ぐられる前に港を離れた方が良さそうだ。しょうがないな。どうすりゃいいのさ、これ渡る方法がないんじゃどうしようもねえべや。あ、なんとかごまかせたね。うん、そのようだな。それよりこれからどうする？港にあった船を奪うか。そういうわけにもいかんでしょう。下手に騒ぎを起こせば正義軍と戦うことになる。無用な戦いは避けるべきだ。ああ。じゃあどうしたら。船ならありますぜ。え、誰だあんた。何者だ。足は富地。お見受けしたところ旦那たち訳ありのようで。まあ訳ありっちゃ訳ありだけど。盗み聞きしてたの。うん、滅相もございません。港で軍の奴らと揉めてるのを見て、もしかしたら船がいるんじゃないかと。大した洞察力だな。何か船に乗るつてでもあるのか。どうだい、あっしゃこの町で細々と漁師をやってるんでさ。ですが港が閉鎖されちまって、海とにらめっこする毎日。はあ、金が目的か。いくらだ。ん、さすが旦那、話が早い。まあ一銭ガルトってとこですかね。持ってるっけ今一銭ガルト。すぐに船に乗れるのか。うん、少々準備にお時間はいただきますが、できましたらご案内しますぜ。はあ、なんかすっごくうさんくさいんですけど。超ボロ船の、ボロ船用意されそうな気がするんだけど。あっしはどっちでもいいんですよ。船が必要なのは皆さんですから。足元見やがって。もし船が必要なら町の入り口まで来てくださいな。はあ、ではまた。こんな野郎考えやがって。今の怪しすぎるって。ああ、だが他に当てもない。まあな、うん、しょうがないといえばしょうがないけど。あれ、どうした。なんか荷物を持って。重そうだね。いや、当てはあるかも。え、あの箱見てよ。ん、ほらあの箱、カレギア軍のマークが書いてあるでしょ。お届け先は。まさか軍の船か。だよね、ついてったら一緒に船に乗り込めるんじゃない。あ、よかった、箱の中に盛り込むかと思った。そんな簡単に。ああ。とりあえずあのおじさんに話を聞いてみようよ。そうね、まあ何かあるかもしんない。というわけで次回いきます、お楽しみに。じゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。